こんにちは、フィフィです。西側の経済制裁によってロシアの外貨準備高が大幅に減っています。ロシアがウクライナに侵攻して半年が経ちました。その間、欧米とそして日本はロシアに対して金融やエネルギーなどの分野で厳しい経済制裁をしてきました。 で、その制裁でロシア経済が追い詰められて、またロシアの外貨準備高も減っていることから、ロシアの戦闘能力にも大きな影響が出ているんですね。あとは、ロシアから多くの外国企業が撤退しました。こうした動きが一体どこまでロシアにダメージを与えているのか、そのことについてアメリカのエール大学の経営大学院の教授が分析しています。 そしててこのように言っているんですね。欧米や日本からの経済制裁はロシアに強いダメージを与えている重要なのはその事実を認識すること金融制裁ではロシアが持つ外貨準備高約82兆円のうち半分を凍結できている。 プーチン政権は残りのドルを切り崩していくしかなくて、すでに約11兆円を使った状態だと、こう分析しているんです。えつまり、西側からの制裁で、ロシアの外貨準備高が今急速に減っているということ。でそれを制裁の成果として、まず認識しなければいけないということなんです。えロシアは、ウクライナの東部のドンパス、あとは南部のクリミア、 ヘルソンなどを中心に今戦闘を強めています。そしてウクライナ軍はロシアが実効支配しているクリミア半島の奪還を目指して必死に抵抗しているんです。ロシア軍は当初、 48時間以内に首都キウを陥落して、ウクライナをすべてロシアの一部にすると、そういったことを目標にウクライナに侵攻したんですが、この半年でその目的が達成できてはいませんので、こうしてせめてウクライナの一部だけでも占領しようと粘っているわけです。 えしかも最近はウクライナ軍がクリミア半島にあるロシアの軍事基地にまで攻撃を仕掛けて、ロシア軍の戦闘機なんかを破壊していますえ。ロシアはもうこのクリミア半島は自分たちの国の領土だとしているので、クリミア半島にあるロシアの軍事基地が攻撃されることを許さないわけです。まあでもこれはロシアの主張であって、クリミア半島がロシアの領土だということは国際社会は認めていません。 ウクライナの土地を勝手にロシアが占領しているだけですから、ね、まあこうして戦闘がまだ長期化するのは間違いないでしょうがそうなるとやばいのはロシアの軍事費なんです。さっきも言ったようにロシアは経済制裁によって外貨を稼ぐことが制限されてしまっているのでどんどんお金がなくなってきているんです。 まあ今でこそすでにロシア経済に制裁の影響は出ていますが、西側による経済制裁の影響が本格的に出始めるのはこれからなんです。実は経済制裁の効果が現れるのは1年から2年後なんですね。 だからまだ今のところロシア国民は普通に暮らしているように見えますがそのうち欲しいものも手に入らなくなってまた失業率も高まって国民の不安も大きくなっていくはずなんですねその時はプーチン政権へ批判の矛先が向けられるでしょうただ軍事産業はすでに制裁によって大きな影響が出ています 武器の修理だったり、新たに武器、弾薬を作るのが難しくなってきているんですね。まあだからそういう意味で、ロシアとしては長期間この状態を続けるのは難しくなるんですね。いつまでウクライナへの攻撃を続けることができるのかわかりません。 だから多分、ウクライナ侵攻の終わらせ方として、ロシアとしては、プーチン大統領のメンツを保つ状態で、一部ウクライナの領土を占領して終わらせたいと思っているでしょう。まあ、何らかの成果を上げて、まあ、これで自分たちの軍事作戦が完了したと言える状況を作れば、ロシアはウクライナ侵攻を終わらせると思います。 このままいつまでも戦いを続けてもロシア経済は持ちませんしロシア軍の戦闘能力も弱くなっていくだけなんですね西側の国々は今年中にロシアからのエネルギー輸入をストップさせる動きに出ていますしロシアは今後ますます金欠状態に陥るんですですぐにでも外貨を獲得するためにロシアが原油の安売りをしているというんです ロシアが最大で30%の割引価格で石油の長期供給契約をしないかとアジアのいくつかの国に話を持ちかけているというんですね。もう必死ですよね。確か中国も今かなり安くロシアから原油を買っているそうです。ロシアの足元を見てロシアの原油が安く買い叩かれているんでしょう。あと経済制裁で海外からのものが入ってこないロシアでは 今、自給自足型の経済をプーチン政権が推し進めています。マクドナルドやスターバックスが撤退した後の店では、もう相次いで似たようなお店をオープンしているんですね。ロシアのスターバックスなんかも完全にスターバックスのまんまでした。まあ、ロゴなんかもパクっていました。ただ、こうした飲食関係なんかは国産化で自給自足できても、 やはり先端技術や高度なスキルのいる産業は国産化が追いつかないんですね。ロシアは飛行機の部品なんかはもちろん印刷機やそのインクに至るまでほとんど輸入品で賄ってきました。最近は飛行機の部品も不足しているので新しい飛行機を解体して何とか調達しているそうです。 ロシアはこれまで西側の国々のおかげで経済が成り立っていたんですよね。でロシア経済が悪化してどんどんドル不足にも陥っている中でウクライナの方はというと西側から強力なバックアップを取り付けて戦闘能力を高めているんですよね。アメリカはウクライナに対して約4000億円の新たな軍事支援を発表しました。 一度の支援額としては、これ過去最大で、これでウクライナが長期的に自国を守るための戦いを続けられるようになるそうです。で、アメリカではロシアがウクライナに侵攻して半年経った今、アメリカ国民への世論調査が行われたんですね。で、そこで53%の人が、ロシア軍が撤退するまで支援を続けるべきと回答していることが分かったんです。 つまり、アメリカがウクライナを支援することに肯定的なアメリカ国民が約半数いるということですね。えちなみに続けるべきではないという回答は18%でした。アメリカの国防総省によると、今回のアメリカからのウクライナへの支援には、 アメリカの首都ワシントンの防衛にも使われている高性能の地対空ミサイルシステムが6機、あとは弾薬、その他砲弾、そしてレーダー、対無人機システムなどがウクライナに送られるそうです。ただこれまでは主にアメリカの国防総省が在庫からこうした武器を提供してきたというんですね。その方がスピーディーにウクライナ側に武器が 供給できたそうですが、今後は企業から調達して提供するために、まあ、届くまでに数ヶ月から数年かかるものもあるそうです。まあ、そこは心配ですよね。あと、イギリスもウクライナへの追加の軍事支援を表明しています。8月24日にイギリスのジョンソン首相がウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談して、追加の軍事支援を約束しました。 来月退任するジョンソン氏にとっては、イギリスの首相として最後のウクライナ訪問になりました。8月24日は、ロシアによる侵攻開始からちょうど6ヶ月目で、また、ウクライナの旧ソ連からの31回目の独立記念日にも当たるんですね。イギリスは追加の支援として、約87億円をウクライナに支援するそうですが、そこには無人機や 弾薬なども含まれているそうです。ジョンソン首相はゼレンスキー大統領との会談後の共同記者会見で、ロシアの侵攻に対するウクライナの不屈の抵抗を称賛して、また今は脆い停戦交渉の計画をしている場合ではないと話しました。さらにプーチン大統領が目的を達成してしまえば、 ロシア周辺の国々は安全ではなくなると発言してヨーロッパの国々に対してウクライナへの軍事または経済支援を続けるべきだと呼びかけました。エセレンスキー大統領はこのイギリスのウクライナへの全面的な支援に対してジョンソン首相に感謝の気持ちも述べています。まあこうしてお話ししてきたように これからも長期化するとみられるロシアによるウクライナへの軍事侵攻をさらなる経済制裁とまた軍事支援によって西側は少しでも早く終わらせるために動いていますロシアを軍事的に追い詰めることそしてロシア経済にダメージを与えることはロシアのウクライナ侵攻を終わらせるために重要なことなんですさて ここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィチャンネルの登録もお願いします